はい、どうも。まあ、電波がやっぱ今日3連休。どうしたどうした。だから、3連休だから、やっぱ俺んち、やっぱたまに電波悪いから、まあ連休、そう、土日とか連休は、そう、たまにやっぱ落ちるから、そう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 。うん。そういうこと、そういうこと。うん、そういうこと。よし、ちょっと。何歌おうか。ちょっと待って。お茶枠アイザンス。お茶枠アート。じゃあちょっと待って、今。じゃあ、お茶枠最初にありがとうって。歌詞から曲作れる派、作れません。お茶爆アイザンス。ちょっと今、ちょっと、お茶爆最初にアラートって言ってくね。ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあちょっと行きます。何やろうかな。ちょっと待って。何をやろっかな。あんまちょっとね、やっぱ、この時間なんで叫んだりできませんが。叫んだりできないから、なんかな。じゃあちょっと、ね。じゃあちょっとこの曲でもやろっかな。まずは。はい、そう、小声で、はい。ちびまる子ってなの？今日、カラオケでかまっちゃうって。ディレイね。ディレイって全然やってないね。ディレイって。確かに懐かしいな、ディレイ。懐かしいね、ディレイは。やりたいな。ディレイだってすっげえ懐かしくない？ね。最近やってないね。全然やってない、ディレイ。いや、めっちゃ懐かしい。まあまあ、でも全然そんな懐かしい感じの曲をやりますよ。はい。あ。は。じゃあ行きます。22歳の夏だ。声がする。8月の君と行く夏休み。10年前、もうちょい前、あだ名があった頃、夏がまた来たので、ふと後ろを見たよ。22歳の僕は22歳の君より22歳してない。夏をゆく君が僕にくれたあのキラカード、その背中に貼り付けてやるよ。今すぐに、バス停前、半袖で君と待ち合わせ。帰りてが本音です。断れよ腰抜け。夏がまた来たので、ふと耳を
出した祝福を吐けば大仏の味わいを月も吹かせば全速力の気についてきたのように変われない僕がそこにいるんだ。君なんて大嫌いだぞ。22歳の夏だ。ロックでもないな。このレディを浴びるたびロマンの熱。夏がまた来るからさ、出かけてみるよ。その背中を追いかけるよね。22歳の夏だ。22歳の君より、してない夏を行く。君が僕にくれたあのキラカード、その背中にと貼り付けてやるよ。今すぐに、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 こんな夏休み。あとねえ、いやいいね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 、ああこんな一時に、深夜一時にやっぱこういうねテンション高いやつ聞けるのはいいっすね。ああいやマジで、ああいや次はこれもやるか。はい、ちょっと待って。いや、いいっすね。この時間っていうのもまたね。はい。うん。いやー、ほんとに。そうですよ。ね。うん、そう思いませんか。ね。うん。うん。うん。よっしゃ、とりあえず行きます。打ち上げライブだって。打ち上げライブ確かに、もうね。うん、行きます。はい。え？これ合ってよっか。うん、合ってんじゃね、合ってねえじゃねえか。合ってねえじゃねえか。うん。はい。歩いて帰る道、これは雨をひたすらに毎日、君が運されてはビジョンに、さあ憂鬱な言葉を吐くよ。恋はぼんやりと笑ってる、朝はどうなるか君は語ってる、鮮明な写真を焦がしていく冷めた面で、あの飛行機雲追いかけてみて、切ない思いだってきっとあるよ。できないけど
ショットが君は誰にも理解されないし、悪い噂が言っていくわけで、君は失敗の積み重ね。恋はぼんやりと笑ってる、朝はどうなるか君は語ってる、精霊な写真焦がしてく冷めたさで、アート。いいね。これはもうレコーディングした方がいいの。次のアルバムで。次か次いつかレコーディングした方がいいの。この曲やっぱいつも言われるけど。まあいい曲だけどね。ヘキトラハウスに、YouTuber のヘキトラハウスに提供した曲だよ。だって笑ってんじゃないの。あの YouTuber のヘキトラハウスに提供した曲。別にレコーディングする必要ないかなって思って。中居の前で屍歌ってましたね。それ別人だよ。じゃあちょっと次はちょっと珍しい、久々にこれ歌おうかな。はい、声が出るかわかんないけどね。いやちょっと待って、俺も今声をちょっと抑えないとな。まだ、いや抑えて歌ってるよ。抑えて歌ってます。はい、抑えて歌ってますから。こんな時間なんで、警察呼ばれたくないんで。はい、警察呼ばれたくないんで。でもちょっとね、これ確かにな、あんまり、叫ぶ曲ではない。叫ぶ曲ではない。もうこれでわかるっしょ。わかる人、もうこれでわかる人わかるっしょね。ディレイ、いやディレイはディレイでやりてえよ。ディレイはディレイ。ロックンローラーしげえや。ロックンローラー鳴りやまない。今やったら本当に警察10台来るだろ。パトカー。誰も当たってないじゃん。おっさんの夢やりてえな。おっさんの夢。ちえちゃん、夕暮れ、いや、おっさんの夢やりたいな。仲間を探したい。ちょっと久々に歌うわ。仲間を探したい。おっさんの夢もやりたいな。ね。でもただちょっと、声を抑えるから。
イエーイ。本気で歌えませんでしたけども、声は絶好調や。いや、今本気で歌ってないから。本気で歌わなかったら声出るんだね。ね。いや、結構こんな時間なんで、いや別に歌配信しようと思ってなかったから、最後に何やろうかな。もう次最後にしよう。Thank you.
3年目か。じゃあ3年目か。で最後はちょっと久々におっさんの夢歌うわ。いやー筋肉痛がやばい。頑張ってます。お茶爆いっぱい来てるかなね。お茶爆あるとね、こんなに頑張ってるんだからね、やっぱそれはお茶爆もあげたくなるよね。こんなにねめちゃめちゃ頑張ってるからね、もう全身筋肉痛で眠たいし。マジ久々だな。てか、おっさんの夢マジ久々。じゃあ行きます。あ、ちょっと待って、歌詞出させて、歌詞。いや、ほんと久々だよね。マジで。おっさんの夢。おっさんの夢。いや、めっちゃ久々でしょ。もう歌うの、一年ぶりぐらいじゃない？一年ぶりぐらいに歌わない？おっさんの夢。おっさんの夢。いや、だってそうじゃん。結構、久々よ。結構久々ですよ。よっしゃ。コード間違えた。いや今日はメイキャップやって、もう疲れたぜ。別に仕事とは思ってね、これも配信も仕事とは思ってね。でも今配信のようにそう歌うぜ。俺はもうおっさん35歳。さあ夏の頃におばあちゃん家に自転車出かけた。子供の頃はこんなことをよくしたもんだね。諦めない夢が確かにあるんだ。風とテープから流れる星の空へと、知ってゆく昔の僕の落し物。諦めない夢が確かに見えたよ。出かけよう今日の僕はさあ、少し仕事しすぎてしまったんだ。あの時の僕を探しにきっと見つかると思えた。だって叶えてない夢があるから。深夜の海でも見に行こう。子供の頃はこんな気持ちになってたもんだね。諦めない夢が確かに見えたよ。出かけよう今日の僕はさ、少し仕事しすぎてしまったんだ。あの時の僕を探しに笑わせちゃうぜ感じな。この
と夜空の切なさを包もう。もう本当にちょっとね、あれっすね、もうちょっと本当にあれっすね、あれっすわ、もう満身創痍だから、ある意味すごくノリに乗りましたね。満身創痍だから、ちょっと待って、みんな歌詞だね、お茶枠いっぱい飛んでることでしょう。ちょっと待ってください、戻ります。はい、最高、大島久々に見た。何がこのままよく、ああいっぱい来てますね、ありがとうございます。皆さんいっぱいありがとうございますね。お茶枠さようならですか。いや、さようならってないか。何お茶枠ソングしていいの。お茶枠ありがとうございますね。お茶枠ソングしていいの。ない、さようならですって。お茶枠ソングしたらもっと俺金稼いじゃうよ。お茶枠ありがとうございますね。お茶枠ソングしたら俺はもっとお金を稼いでしまうよ。でもそれまた次やるよ。精神薬配さん。うん。俺は多分そうしてみたらって、そんなのあんのってね。お茶枠ソング。ね。もっとお金をね、稼ぐ羽目になっちゃう。それでもいいの。お茶枠配さん。静かな曲がいい。もう投げちゃった。ね、もうね。いや、でもまだまだね、投げたいっていう人がいるかもしれないから。こっちはお茶枠ソングで破産する。うん。でも俺は破産しない。俺だってもらってるから、お前から。ありがとうな。精神薬ありがとうございます。でもまあ、またやるよ、お茶爆ソングは。今日はやんねえよ。お茶爆ありがとうございます。明日以降、お茶爆、
金銭整えたい、整えてください。男そわそわお疲れ様。新曲も聞きたいです。あ、新曲、あ、後ろの花火とか、あ、もう投げられなくなった、ごめん。いや全然ありがとうございます。またけど、それはまた今日はもうやんねえや。うん、のこさんの経済はお茶爆ソング何気に疲れるもんね。疲れるよ。いや別に配信自体疲れるよ。またやるよ。てか、うん、またやります。課金しすぎて死にました。あ、全然いいことじゃないですか。そんなわけわかんない、なんかそこら辺のね、お茶爆ありがとうございますね。わけわからんね、そこら辺のなんかね、あのうまい棒とかね、あのサイゼリヤとかでご飯をね、すき家でちょっとね、牛丼食べるぐらいだったら、のこさんにあれやった方がいいよ。ああね、のこさんのね、お茶爆ありがとうございますってね、ベイキャン最高あるぞ、これが聞けるからね。うん、それはお茶爆した方がいいですよ、のこさんにね。サイゼリヤでエビとイカのドリア食うよ、食うよりも、課金したくなっちゃう、やばい。いや全然いいんですよ。あ、いいと思いますよ。うん、してください、もっとしてください。カロリー消費するお茶爆ソング、のこさんの価値ある演奏だね。今日は一日ライブでお疲れ様です。お疲れ様です。マジありがとうございます。その通り、優勝 iTunes カード買わなきゃ、買ってください、買ってくださいって。まあ、いやけど本当にけど、みんなありがとうね。あ、コメントもそうだし、お茶爆も本当に皆さん毎回ありがとうございます。毎回本当にありがとうございます。お茶爆ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。一生我慢すればいいのか。そう、あ、そうだよ。はい、そう。だから、もうね、一生我慢しろよ、毎日毎日。うん、ね。うん、そうそう。毎日我慢すればね、お茶爆ね、全然いっぱいできるんで。はい。まあいいや、とりあえず。ツナ缶食ってその分、また配信まで聞いたらドリア食べながら、コーヒー一杯分だと思っとる。まあまあ、そうだよね。明日は予定ないの、ない、休みだよ。もう一日寝るかも。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。いや、疲れた、マジで。お茶爆って匿名で投げれるよ。匿名でも投げれるよ、お茶爆って。お茶爆ありがとうございます。ライブの配信もありがとうね。で、そう、匿名でも投げれるよ、お茶爆って。のこさん、隊長のストーリー後で見て、ストーリーって何それ。こちらか、こそありがとうございます。よっさんみたいなこと言うな。お茶爆ありがとうございます。よっさんって何？あ、いや、配信者か。よっさんでも別に他の配信者みんな同じような感じだろ。うん。別にそんなのね、同じだろ。お茶爆ありがとうございます。みんなお金大好きなんだよ。うん。よっさんでも誰でもいいけど、お茶爆ありがとうございます。ね、配信者じゃなくても、みんなお金が大好きなんだよ。うん、みんなお金が大好きなの。あ、インスタのストーリーね。みんなお金が大好きなんだよ。うん、それは別にそれを正直に言ってるだけだろ。特に配信者とか、ね。うん、別にそれを正直に言ってるだけじゃん。うん。お金が欲しいんだ、俺が。小安ありがとうございます。お茶爆ありがとうございます。うん、だからお金いっぱい投げてって言ってんの。うん、お金が欲しいんだよ。うん、だからツイキャスメンバーズシップだって、まあまあ、けど始める確率は、まあまあ、まだ全然焦ってないけどね。いつか始めるかもしれないし、でも大体始めないと思うけどね。うん。まあ、とりあえず様子見てます、あれは。みんなに投げます。お布施だね、ほんまの意味で。今晩お茶爆してみたいな。してください。よろしくお願いします。私もお金大好き。当たり前じゃん。正直で好きって何か。正直で好きって何か。うん、だってお金嫌いな人ってそうそういるの。ね。お金が大嫌いな人っているの。進撃で稼げなかったんですか？え？別に稼ぐ、ちょっとは稼げたよ。うん、別にもっと欲しい。もっと欲しいんだよ。うん。さっきの話に戻すと、俺引っ越すと、家賃ね、六本木ヒルズとかに住むんだよ。将来。だからお金いっぱい稼いとかないとダメだろ。心揺れてるね。金できることなんて思い通りっていう、金できるから、ああ、なるほどね。なるほど。金が全てじゃないってね。それは便所太郎って、ね。ない。お金だ。歌と楽しいトークと感謝の対価のつもりは本当だよ。お金は誰が好きなのか、かな？何が？お金みんなお前は好きだろ。そんなことないの。今日盛り上がったのってね、どういうこと？盛り上がったの？何が？超盛り上がったじゃん。今この配信。めちゃくちゃ盛り上がったじゃん。超おかしいでしょ。一回お金恐怖症になるわ。貯金しよう。家賃お高くなるもんね。ヒカキンクラスだわ。いや別に六本木ヒルズとは言わないけど、絶対俺引っ越したらセキュリティバンバンのとこで、やっぱね。うん、そうそうそう、いいとこ、そうそうそう、ね。だからね。そこで絶対めっちゃお金かけるんじゃない？金は金を呼ぶからね。六本木ユーザー千葉に来たらいいね。またホリエモンとの対談見たい。あ、そう。ヒルズなんて住みたいと思わない。あ、そう。ゆきち欲しい。いや別にヒルズなんて俺だって別にどうでもいいよ。うん、どうでもいいよ、ヒルズとか。タワマンとか意外だね。どうでもいい。そのセキュリティがしっかりしたとこって結局、六本木ヒルズとかになるんだよ。セキュリティがね、めちゃめちゃしっかりしたところって結局タワマンとかなるわけ。そういう話なの。
別に俺がね、タワマンとか六本木ヒルズに、なんか俗物みたいな感じで言ってるわけじゃねえんだよ。な。うん。そこの家好きなんだけどな。知らねえよ。いつか引っ越すよ。うん。いや、そりゃわかるよ。俺だってこの家住みたい、なるべく。なるべくこの家住みたいけど、だからなんかいつか引っ越すこともあるかもしんないよってこと。何かがあったら。何かがあったら引っ越すかもしんない。何もなかったらずっとここにいるかもしんない。タワマン自身、だから別にタワマンとかどうでもいい、別にそんなもんは。だから、とりあえずセキュリティがしっかりしたところ。そう、セキュリティ重視。セキュリティなんかあったの、なんもねえよ。千葉りの子さんがいないとか、その家がいいよ。知らねえよ、お前。てか、お前らはさ、勝手なこと言うけどさ、こっちの身になってみろよ。何かがあった時はさ、そんな引っ越すしかねえだろ。なあ。そんなもん、だって俺ほんと殺人鬼になりたくねえもん。だって何、そんなに神聖変わっちゃなくなっちゃうよ。ね。誰かわけわかんないやつ、突き切ってさ、俺が包丁でさ、ね、いや別に、だからさっきも言ったけど、本当に、俺が病んでる時とか、そんなん来たらさ、マジでさ、ね、別にさ、殺さないかもしんないけど、包丁で一回刺しちゃうかもしんないからね。だからわかんないじゃん。神聖変わっちゃそんななくなっちゃうよ。マジで。そうだったら引っ越した方がいいだろ。な。普通に。真面目に考えろよ。うん。でしょ？うん。ありそうなのって全然あるだろ。うん、一回、あるかもしんないだろ。あるかもしんないだろ、それって。うん。何かあるのって、だって俺住所バレてんだよ、ずっと。うん、7年間別に凸はないけど、住所バレてるから、ね？そんなわけわかんない奴がさ、メンタル不安定の時とかさ、そんなよくあるからさ、な、そんな時にさ、普通にさ、ライブの勢いでぶっ刺しに行くよ。な。なんか俺ほんとにめちゃなんか生きってる、ね。なんかほんと、うなちゃんまんみたいに、なんかね、すげえさ、おらーって包丁ちらつかせて、刺すぞこの野郎みたいな、生きってるなんかじじいみたいになってっけど。あ、お前来た、絶対刺す、アイスピックでぶっ刺すかんな、お前のこと、みたいな。なんかなってっけど、いや、結構真面目に、だって俺そのために包丁もだって3本今だって買ってるわけでさ。うん、やっぱりメンタルが不安定の時とかさ、だって自分に害があるかもしんないって時は殺すでしょ。俺だから昔からこういう話する時、過剰防衛ってのが許せねえんだよな。過剰防衛ってのが、過剰防衛なんて法律さささなくせあれよな。別にぶっ殺したっていいじゃん。そんなこっちはさ、ね、迷惑かかってんだからさ、ね、とんでもない迷惑かかってさ、な、そんな相手のことぶっ殺してもさ、そんなさ、懲役、まあ入ってもいいけど、その懲役1年、2年、2年ぐらいにしろよ。な、懲役なんか5年、5、6年ぐらいになっちゃうんだろ、あれって。ね。別にもう刑務所入ってもいいけどね、ちょっとぐらい。1、2年だったら。でもそれだと結局さ、あれなんですよ。神聖かまっちゃんがその間、ね。あ、まあまあわかんねえ。もういろいろなるよ、多分神聖かまっちゃん。まあそのビジネスとしてね。だから、いろいろ含めて、俺もいつかね、まあ万が一なことがあったら、ね。ってこう考えたら引っ越した方がいいって思うわけ。ね。差し入れします。してください、その時は。してください。いや、お前らあれやっぱみんな、やっぱ別にね、やっぱその有名人っていう人たちはみんなそうだと思うけど、やっぱりね、リスクあるよ。お前らは別に有名人じゃないからね、そんななんか余裕持ってこうやって話すかもしんないけど、有名人ってのは普通にそんなもんあるからな。俺だって別に、だってね、今まで自分の事務所でもさ、ストーカーとかさ、警察沙汰になったりとかさ、誰か言わないよ。誰かそれはね、言わないけど、そんなんもさ、何回か聞いたことあるしさ、そうだよ。アイドルとかさ、やっぱひどいんだよ。アイドルは特にひどいね。アイドル。そう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 。にゃ。マジで。美佐子さん大丈夫かな？俺ね、美佐子さんはね、マジでね、のこさん捕まったら保釈金募りたい。あ、それよろしく。マジで、万が一将来にあったら。てか、美佐子さんさ、けどさ、本当にさ、あいつってさ、マジで、
大丈夫っていうか、いや俺ずっと心配なんだよ美佐子さんって。あいつ変装してないんだよ普段。なんかいやそう言ってた、普段何も変装せずに、そうなんかさ、その都内、東京、そのね、都内とかそこら辺住んでる時にふらふら歩いてるって。あんなやつだってさ、歩き方とかさ、美佐子さんって歩き方とか独特じゃん。絶対お前後ろから貼られて住所特定されるよって。でも未だに一応されてないっぽいけどね。うん、未だに一応されてないっぽいけどね、住所特定は。あいつ俺絶対あいつも、うん、住所すぐなんかまあ特定されるようなもんだと思ったからさ。うん、そうそう、歩き方あいつ独特だろ。うん、まあけどこれも有名勢です。はあ、有名勢なんで我々。はいね、何があっても有名勢なんでね。例えば俺もなんか物騒なことね、なんか生きったような物騒なこと言ってるけど、まあそれは例えば本当にね将来あったとしても、まあ有名勢だよな。でもそれでも別に俺はさ、やっぱさ、もう楽、自分が幸せ者だよ。うん、こんだけねいい思い愛されてさ、うん、そうなったとしても全然幸せ者だよ。うん、マジで。だから全然その時は本当にね、全然どうなってもいいよ。うん。そう、有名性。でも気をつけてねってないわ。うん。労力。いや、まあ気をつけてな。うん、私は世間にブス税払ってます。そんなことで奪われないでね。無事でいてほしいと思ってるよ。いやだからそんなこと言ったって、別にそれはね、ね、気違いってのはね、いきなりさ、現れるから。ね。うん。いやマジで。うん。ジョン・レノン。ね、ジョン・レノンの特、だからジョン・レノンだっていきなり気違いにさ、撃ち殺されたからな。別にジョン・レノンだけじゃないんだよ。まあ当然ね。うん。やっぱね、ミュージシャンだけじゃなく、ね、いきなりファンにぶっ殺されたりとか、ね、ぶっ殺される前に、だからぶっ殺さないといけない。な。うん。ぶっ殺される前に、そう、ぶっ殺さないといけないっていう。だからそう。そこはちゃんと、俺もだから、ちゃんと気張ってる。うん。愛してるファンは大丈夫だけど、その途端、そうそうそう。ジョン・レノンは殺されたよ。そう、やられる前にやる。目には目を。歯には歯を。気違いには気違いを。うん。これが俺のモットーだから。うん。目には目を、歯には歯を、気違いには気違いを。うん。100倍返しだ。うん。これが俺の半村美法廷。うん。いやけど、俺はけど、ほんとそう。うん。いやいや、でもほんとにね、まあまあ、だから、まあまあ、こんなだから物騒なことばっか言ってない。そのやつ、要するに、まあ、引っ越せって話なんだよね。うん。引っ越すのが何よりの、あの、解決策で。うん。みんなもだからここにいてほしい。俺もここにいたい、なるべく。うん。千葉ニュータウン、印西市、ここにいたい。ね。みんなもここにね。お前らもここにいてほしい。でもやっぱ引っ越すのが、そう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 。うん。そう、引っ越して、ちゃんとセキュリティがしっかりしたところにっていう。そうそうそう。まあまあ、でもね。まあ、ぶっちゃけ言っても、あれなんだよね。さっきのコメントでもあったけど、はじめ社長とかさ、そんなに危機感あるんだ。だってさ、はじめ社長とかでもさ、あの、ヒカキンじゃねえけど、誰だっけ、ヒカルくんとか、別にだってめちゃめちゃだってセキュリティあるマンション、めちゃめちゃ、あいつは多分家賃ね、300万円とか200万円払ってると、家賃200万とか300万。それでもなんかさ、住所バレたりとかさ、家になんかさ、入られたりとか、なんかヒカルくんとかなんかね、裁判じゃないけどなんか、すげえなんかなってたもんな。うん。だから、結局セキュリティがある場所でもさ、そうそうそう。結局なんか、突破されたりとかするわよ。うん。有名性。うん。だから結局、セキュリティがあったとしても、明日の、我が身を守るのは我が身。ね。我が身を守ってくれるのは我が身。セカワハウスなんてあいつら引っ越せよな。いつまでもさ、ちょっと場所言わねえけど、いそうなっちゃったけど。いつまでも10年間同じ場所にいてさ、あいつらもさ、だってさ、セカワもさ、セカワハウスにさ、いきなりさ、ね。セカワハウスに、いきなりなんか正座してる
ファンの人が、わけわかんない、キチガイみたいなファンの人が、なんかそのツアー、ライブから帰ってきて座ってたっていう、リビングに。そう。リビングに座ったんだって。そう。そう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 、セカンドハウス。うん。そうそうそう。リビングに。でもって、それ結構前で、それ結構5、6年前で、でもって、俺は、だから俺も最近セカンドハウス行ったんだけど、まあだから最近のセカンドハウスは、もうそれ以来、ものすごい厳重になってる。うん。でもそれでもね、それでも俺からしたら厳重じゃねえな。うん、ちなみに俺はセカンドハウスの、まあ、暗証番号がなんか20みたいになってんだけど、なんかね、なんか12345678910ってあんじゃん。入り口にそれあんだけど、俺それわかるもん。うん、俺はいくらでも、そう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 、俺はいくらでも入れる、あいつあんちに。暗証番号とか。うん。いや、そう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 。うん。あんまり言うなよ、のこちゃんって何が？いや、道連れだよ。おい、道連れだよ。俺なんてそんなセキュリティなんもねえんだよ。あいつらはセキュリティあるかもしんねえけどよ。な、俺んちは何もねえんだよ。道連れだよ。なんもんよ。だって、別にセカワなんて、別にそれでも、ね、俺と比べたら全然セキュリティあるんだからいいじゃないですか。ね。のこ結界があるじゃん。結界？あね、俺のね、周りにね、結界ねえよ。ねえよ。ねえよ、結界。何の結界があるんだよ。本当に。もう、しなびた草木しかねえよ。しなびた草木しかねえよ。うん、でも、まあ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 、けどね。だから、まあまあ、俺んちゃうけど、まあ今んとこだから、俺はけどみんなをだからいつもこの話して、みんなのことを信頼してるから、ね、だって7年間来てないんだもん。住所バレてんのに。うん、7年間来てないから。だから、俺は結構お前のこと、ファンのこと、俺は信頼してるよ。まあ信頼しきってるわけじゃないけど、うん、ちょっと信頼してる方だよ。うん。でもまあ、いつね、いかなる時に気違いがあるかわかんねえから、そう油断しない。うん。マジで。アルソックなんかつけねえよ。いいよ、別にそんな。つけない。いいよ。うん。つけない。うん。気違い。ね。そう。うん、絶対行きません。いや、だからさ、ありがとうね。いや、そういう人たちいっぱいいると思うけどさ。ね。売名目的のやばい人は来るかもしれない。殺す。うん。多分、殺す。うん。まあ、普通にマジで包丁でメスターシンするわ。うん。そんな舐めてやろう、来たら。うん。うん、普通に殺す。うん。だから、まあ、来ないから大丈夫だよ。うん。そう。うん、まあ、将来的には、まあ、わかんないかもしれないけど、うん、大丈夫っしょ。うん。防犯カメラつけよう。いいよ、別にいいよ。あ、別にそんな人生だし、俺。うん。そんな人生だし、俺は。ああ。犯罪者にならないでね。いや、別になってもいいよ。うん。犯罪者にならないで、いや、別になる、仕方ないじゃん、それって。うん、仕方ないじゃん。うん。だって、俺が別にさ、まださ、お前らみたいな常識人だったらさ、そんなことしないじゃん。俺はさ、やっぱ、こう自分で言うのもおかしいけど、やっぱちょっと、やっぱ、あれなんだよ。もうね、なんつうかね、やっぱメンタルがさ、狂ってる時、本当に狂ってるからさ、なんか、そういう時とか、本当にね、うん、多分無理だと思う。多分無理だと思う。うん。だからまあ、そう。まあだから、その時はその時で仕方ないっす。ね。はい。まあ大丈夫っしょ。まあまあ一応楽観的にね、抱えておきましょうよ。こんななんか、ね、ネガティブっていうわけじゃなく。うん、とりあえず。ああ。楽観的にね、抱えておきましょうよ。こんなこと考えたって仕方ないんだから。ね。こんなこと話し合ったって、ね、たまに話し合うけどさ、配信でさ、いつもさ。話し合ったって仕方ねえんだから。な。あはは。キチガイみてえなやつは来るときは来るんだからさ。うん。うん。そうそう。
まあ一番はだから引っ越ししろって話なんだけどね。包丁じゃなくて熊撃退スプレーでしょ。やだ。なんかぶっ殺してもん。俺ムカつくもん。なんかムカつくからやだ。殺したい。まあ殺すじゃなくてぶっ刺したい。だって熊撃退スプレーだったら別に、ね、痛みを味わわせられないじゃん。ちゃんと痛みを味わわせたい。そうそうそう。ムカつくんだよ、単純に。舐めてんじゃん。普通に舐めてんじゃん。そう。そう、それがムカつくんだよ。舐められてんのが。単純に。それわかるっしょ。おやべ。わかるっしょ、それ。ね、わかるっしょ。ね。そりゃそうよ。ね。舐められてんのがムカつくんだよ。単純に。私もすぐムカついてしまうタイプ。俺も瞬間湯沸かし器だからそう、瞬間湯沸かし器だからもう、せめて酒場等で印税で引っ越せないの。いやだから別に引っ越せるよ。強そうな時言うんだったら。いやだから別に相手なんか誰だっていいよ。ジジイでもババアでも女でもね、女の子でも、全員ぶっ刺す。何でもいいよ。なん別にその相手なんか別に関係ねえ。関係ない俺にとって。ムカつくやつはもう、舐めてるやつはもう同じ。いやーでも引っ越しはだから一度してみるのもいいね。まあ確かにね。早い話だから、まあまあでも、なるべくやっぱここにはいたいっていうね、僕もね、あるからね。そうなんだよね。だから結構いろんな、だからそういったこともね、そういった、だから俺の中でもそういったね、なんかちょっとなんかね、将来、なんか人生をね、なんか棒、なんか新生かまっちゃう、なんかね、もうなんかなくなっちゃうような感じな、まあなくなりはしないと思うけど、なんかしばらくダメになっちゃうようなことがあるかもしんないってこともあるんだけども、ね、可能性があるかもしんないかだけども、ただ、引っ越すっていうのもなかなかなって、いや、なんか別に、なんか難しいとこあるんだよね。難しいとこあるんだよ。難しいとこ。そう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 。お試しで。人生一応ヒルズオグだ。いや、ここはパワースポットなのかって。いやー、だってやっぱ慣れちゃってっかね。単純にそのさ、自分の環境、千葉ニュータウンもそうなんだけど、この作曲部屋。作曲部屋もさ、慣れちゃってるからさ、マジで。結婚はしないの？すだから、毎回するって言ってんだろ。本当にね、彼女もいるし、もうちょっと、そろそろ考えてるよ、結婚。総本山だからね、千葉に便利。印材もいいと思う。結婚しないで、うるせえバカ。てめえ、刺しすんな。刺しずすんな。結婚するときはするよ。でも多分結婚しない。俺今のところは結婚しないと思うけど、するときはするよ。彼女は、まあまあまあ、ね、実はね。実はいるかもしれないからね。でもまあいません、本当に。まあまあ、とりあえずね。引っ越したらホームシックになりそう。小野陽子いてよかったにゃ。結婚楽しいっすよ、おすすめは。本当に？そう思わないよ。思わないよ。新婚さんだとマンションが良いのでは。結婚なんてしたければ。のこちゃんの赤ちゃん見てみたい。ね、めちゃめちゃ美しいと思うよ。めっちゃ可愛いと思うよ。めちゃくちゃ、そういうコメントはもうお腹いっぱいです。本当だよな。毎回毎回さ。返しが新しくなった。もうめんどくせえんだよ。毎回毎回さ、ほんとさ。だから昨日も言ったけどさ。ほんと、結婚。彼女って別に。彼女がいてもお前らにも言わねえし。ね。お茶目かいざんす。ね。そう簡単に言わねえし、彼女いても。今はいないけど。ね。そう簡単に言わないし。別に相手が言っていいんだったら言うよ。相手が、俺が彼女できて、相手が別に言ってもいいよって。だから別にそう、なんかね、やっぱ今までのパターンだとなんか、大体やっぱさ、言わないでってさ。ね。そう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 。
毎回この話って。今の薬が何？彼女になりたい。美佐子さんの花嫁姿見た？知らん。引っ越すときソファー玄関から出すの？そうだね。まあそれはもうだからもう引っ越すなんてまず考えてないから。こいつな。いやもういろいろ考えたくない、考えたくない。もう引っ越しの話やめて。打つんだ、打つんだ、あいつだから。いや結構毎回結婚話出てる気がする。なんかもうさ NG ワードにしようかこれ。俺別に NG ワードとかないんだけどさ、ねえ、 NG ワードにしよっか結婚って。なんかもう本当にうざいよな。まあうざいっていうかなんか毎回毎回同じだからさ、ねえ、本当にさ、いつも出る話題だもんな。疲れてるっしょ。疲れてるよ。頑張って今配信してるよ。米拾うからって何が？拾うに決まってんじゃん。だっていきなり、だって全然ほとんど、だって流れてくんだから。流れてくんだから勝手に拾っちゃうだろ。こっちは耳が痛い。ああ、逆に。夢と希望が、世話焼けババアがいる。いや、ババアとかじゃないっしょ、別に。ババアってわけじゃないと。別にキッズでもいるっしょ。結婚しないんですかって。な、精神薬ありがとうございます。ね。だから要するになんかさ、世間体気にしてんでしょ。なんか今日やさぐれてますねって別にいいじゃん。うん。別にやさぐれて何が悪いんだよ。なあ、そういう時あるだろ、お前だって。なあ、なあ。やさぐれてる時だってあるだろ。大体俺はやさぐれてるんじゃなくて、さっきから言ってるけど、もう今日はね、伝説のライブをして、もう疲れて、疲れて、筋肉、全身筋肉痛で、ね、もう金をもらうために今配信してる、配信つけてるんだけど、頑張って配信してんだよ。ああ。くたくたですよ。ああ。くたくたですよ。ほんとに。ああ。ああ。お疲れさ、のこさん、常にやさぐれてる。のこさん、実は罰にでしょ。別にいいじゃん、別にでも。か、実は結構ね、子供がいるとか。なんか関係あんの？うん。まあ、お前らからしたら関係あるって言ったら、びっくりするぐらいだと思うけど。うん。なんか関係ある？それって、うん、俺が実は1回2回結婚してましたとかね、うん、びっくりして終わりでしょ。お茶爆ありがとうございますね、うん、ぶっちゃけマジでね。うん、いやー本当だよね。彼女が いようがどうとかさね、別に彼女がいてさね、それでショックですってやつはさ、だから昔から言ってっけど、はい、なんかそんなもうさ、ファンやめろっていつも言って、ね、昔からもう口をさ、もうね、空酸っぱくして言ってんだけどさ、ね、そんなんでさ、やめるやつだから、どうせいつかやめるんだから、ね、ファン。これは彼女できたとか、結婚したとか、そんなことでさ、ね。そんな思うんでさ、かの、なんかファンやめるとか、じゃあお前何？俺の曲好きだったんじゃなかったってことじゃん。本当によ。なあ、マジで。ああ、本当にさ。うん、なあ、寂しいな、それは。いや、別に寂しいとは思わないけどね、俺別に。うん、音楽とか配信やめないな、何でもよいな。ああ、やけど、まあまあ、なんか一時的にはやめるときあるんじゃん。結婚とか万が一したら。うん。子供が生まれたら。ね、5年間ぐらい。育児期間。でもだから、結局配信は絶対やめないと思うよ。ああ。音楽とかね。ああ、きっとやめて、誰だってあることだしってないか。どんまいけ。のこさんも恋をするのに当たり前だろ。ああ、してきとるわ。苦い。ああ、苦い。甘酸っぱい。ね、思い出しかもう、ね、ほぼ苦い思い出しかねえわ。まあまあ甘酸っぱい思い出もありますけど。はい。ね、育休取ろうぜ。だから育休取るしかねえだろ。そんなさ、結婚したらさ、まあ千葉銀もさ、ね、大変、なんかわかんない。最近の話聞いてねえけど。うん、普通に育休は取るんじゃない？そういう時は。ただ俺はけど結婚とか、ね、全然別にやっぱ今とかはね、もうこんなもうさ、もうくだらねえ、ほんと、何回忘れんだよ。ほんとね、もう、精神薬ありがとうございます！バカ見て、ほんと。
俺もう何回焦んだよ。結婚は今考えてない考えてない考えてないって、ほんとアホみてえだよな。アホみてえに言ってるよ、ほんと。マジでさ。のみんなだってもうループしてるってからさ、みんなさ、普通にもう毎回聞いてるっしょ。なんか何久々になんか、何1年ぶりに配信見た人、1年ぶりに配信見た人とか、まあたまにいるけどさ、みんな大体同じでしょ？俺の配信見てるやつなんて。うん。ほんと。うん。マジで毎回だもんね。なんなの？俺の配信見てるやつ大体俺同じだと思うんだけど。ってほとんど言ってっかんね。俺この結婚の話なんて。よくわかんねえ。うん。意味がわかんねえ。これもうわざとなんかな。ね。わざとなんかな。ね。いや、新しいリスナーも増えてるってことなのかな。いや、俺そうは感じないよ。うん、5つ目500人。うん。いつも殺すとか何刺すって言ってるから何何嫌がらせなんじゃない。いや、別に嫌がらせかとかは知らねえけど、たまに久々の人とかいるんじゃない。けど俺だってめちゃめちゃ言ってるよ、昔からこの話。うん、もう今年30過ぎてから、5年前から、ああ、久々も何もねえっしょ。ああ、マジで。なあ、安否確認じゃない？うん、ぶっ殺すとこの野郎とか言われたら怖い。ちょこっと入れ替わるかも。引っ越しの話？うん、もうそれもね。ほぼ毎回、まあまあ辛いんだけど、しょっちゅう言ってるよ。うん、最近の状況、あ、近況知りたい、なるほどね。近況知りたいって。まあみんな恋バナ好きだよねって。え？恋バナ、だから言ってんじゃん。別にお前らにそんなさ、ね、だいたい言わねえって。俺が 恋人できたとしても、ね、言わねえって。うん。だいたいそんな言わねえや。うん。今までだって言ってきてないじゃん。俺今は別に彼女できてたけどさ、言ってなかったじゃん。で、バレなかったじゃん。な。うん。そうそうそう。うん。あえて別に言う必要ねえじゃん。うん、そんなもん。だってこっちの話じゃん。ね。あえて、だって言う必要ねえじゃん。こっちの話だからね。うん、言う必要ないじゃん。そんなもん。関係ねえじゃん。関係ねえじゃん。お茶番ガイザーズ。ね。ああ、俺の人生なんだから。な。うん。だって言ったら言ったでさ、最近彼女とどう？ね。あの芸能、例えば俺、彼女が芸能人だったら、ああ、なんか今日の芸能人がどうとか、それも考えたらすげえめんどくさいがんね。そんな話題ばっかになるんでしょ。そしたら。ね。うるせえよって、大きなお世話だよって。絶対毎回そうなりそう、次は。超ダリー。そう、絶対ダリーですね。超ダリー。マジで。そうそうそう。めんどくせえよ。プライベートは興味がない。ありがとうございます。はい、まあまあまあ、聞きたいのはわかるけどね。まあそういったね、話が聞きたいのはね。だから別にそんなね、なんかまあまあ、言うときは言うんじゃないですか。うん、言うときは言うんじゃないですか。なんか、ね、芸能人の彼女でも、一般人の彼女でも、ね。一般人の彼女でも、芸能人の彼女でも、俺の気分次第でできましたって言うときは言うんじゃないですか。ね。気分次第。もっと楽しい話題いっぱいあるよって、ね。リポーターみたい。どうだよ。めんどくせえもんには蓋よって。クソだるいよね。文春出る出る。気分で言うの。うん、まあ、気分でこんな。気分。ひとまず今幸せなら良いよ。俺絶対彼女とか結婚した後の方が幸せじゃなくなる気がするから、それも、いや、ぶっちゃけ俺それも怖い、ちょっと怖いのあるよ。俺絶対今が一番幸せだもん。うん。今のこの身分。
俺今のこの身分がね、彼女もいず、そう、まあ当然結婚とか子供とか、俺絶対今が一番幸せだと思う、自信あるんだけど、まあわかんないけど、うん、マジで、うん、俺絶対俺そう今そう超自由だもん、独身貴族、何も縛られてないし、うん、俺超自由だもん、マジで、スーパー自由、うん。俺すっげえ、だから今、そうそうそう、今が一番俺、だから結婚って、なんか結婚とか、ね、だから彼女とか作ったら、逆にちょっと、まあ不幸とは言わないけど、自由がなくなるから、そう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 。だから俺絶対俺今が一番いい気がするんだよね。自分にとって。俺今人生だから生きてきた中でいつも言ってるけど、もう30過ぎてからが、やっぱ一番、ね、幸せだね。うん。30過ぎて、生きてきた中で。そうそうそう。やっぱ30過ぎてからが、やっぱ30代が一番幸せだね。10代、20代って生きてきたけど。うん。今来たこんばんは。言ってほしい。自由人。うん。いや、ほんと自由だわね。結婚って縛られんの？縛られんじゃん。浮気とかできないじゃん。うん。浮気とか不倫とかできないじゃん。うん。うん。あとは、なんか、ガキの面倒見ないといけないし、なんか、いろいろあるじゃん。ね、子供の面倒とかさ。うん。な。いや、本当に幸せ。マジ。うん。幸せを噛み締めてます。活心みたいやな。曲以外、50くらいで結婚。だから、結婚するんだったら、だから、50歳とか60歳でいいよって思う。だからね、いつね。50歳とか、そんなんでいいよ。60歳とか。もしも結婚したいってなっても。いろいろと制限出てくるからね。男性も残さんみたいに家事できた方がいいよ、これからの時代。あ、そう。俺全然そんな気ない。風俗も行けないしな。あ、そうなんだ。けど皆さん結婚してる人いらっしゃるからね。だからなかなかやっぱ俺はだから、ね、いつもね、言ってるけどやっぱリスペクト、俺尊敬してるよ。もう尊敬してるよ、マジで。偉いよ。マジで頑張ってると思う。すっげえ頑張ってると思う。いや、子育てとか、なんかまあ結婚してさ、いや、ほんと、あとね、やっぱ自分の気持ちに素直がいい、この幸せなのが一番、何？選択するだけの子さん偉いよ。いつかどちらか一人になるから結婚じゃん。家事できるから不自由な。うん、本当だよね。我慢大会。いや、すごいよね。みんなをね、結婚しない人からするとやっぱ思うっしょ。すごいよな。うん、向き不向きもあるわよ。だから、うちのメンバーで千葉銀みたいなやつは向いてるんだろうな。本当に子供が大好きとか、ね、安定した生活が欲しいとか、ああいうなんか人間は、やっぱ、ね、やっぱ結婚とか子供持った方がいいんだろうけど、俺みたいなタイプは、絶対に、って思う。今の方がいいって思う。結婚して子供いるけど、今の言葉マジでありがとう。いやいや、本当にね、本当頑張ってますよ、あなた。マジで。千葉銀も幸せそうだった。いや、今は知んないけど。俺今全然何もない、だからいつも言うけど、連絡取ってないから。連絡取ってませんから。はい。よくわからん。あいつも結局ね、ヤフーオークションかわかんねえけど、なんかオークションしてないからね。あいつオークション結局やってないよね。なんかね、ベースを、使ってたベースを売るんだかなんだかわかんねえけど、結局やってないね、あいつね。千葉銀は良いパパだ。こんばんは。ね。人生そういえば、そういえば。やめてはいないと思うけど、わかんないな。結局やってないな、あいつは。なんか多分仕事忙しいんじゃない？俺なんか、そうだ、風の噂で、千葉銀、今の仕事結構なんか忙しいっぽいよ。風の噂でなんか聞いたんだけど。風の噂で聞いたんだけど、千葉銀結構今の仕事ね、やってる仕事結構なんかマジで、なんか忙しいっぽいよ。うん。風の噂で聞いたのが。うん。風の噂で、映像系？いや、知らん。知らん。まあ、とりあえず、結構忙しいっぽいよ。コロナに影響されてないんだ。結構忙しいし、なんか、
なんかまあ、いや、これ以上言うのやめよっかな。いや、奥さんとはうまくいってるよ。奥さんとか子供とかはうまくいってるんじゃない？いや、俺それ知んないけど。俺はそこまで聞いてないけど。奥さんとか子供、家庭環境は俺何も聞いてないけど、仕事は、まあだってさ、ね、千葉銀って、やっぱみんなも知ってる通りさ、やっぱ、下につける人間じゃないじゃん。あんまり。会社でも作ったの。いやいや、そういうことじゃない。下に刺したわ。ね、なんか、下につける、なんか上に歯向かう。だからやっぱさ、そう、あいつのこと、いや、みんなも知ってると思うけどさ、いや、そう。あいつってやっぱさ、上に立てつくじゃん。なんかもう下に、だから特にさ、やっぱ新生かまってちゃんでずっとさ、やってきてさ、あいつさ、新生かまっちゃんでね。だからさ、だから別にうちの事務所のスタッフとかさ、よくしてくれるわけじゃん。俺らメンバーに対して。でも下に、だから新しい仕事して下にいて、まあ、とりあえず。まあ、数の噂で、まあ、千葉銀さんは、ちょっとなんか、まあ、いろいろね、なんか、いろいろ、なんか、大変らしいですけど家庭環境はわかりません。家庭環境については数の噂で聞いてません。ただ、仕事に関しては、まあ、なんかめっちゃ大変らしいっす。だから今やってる仕事辞めないといいね、千葉銀ね。セッションミュージシャンすればって何が？な、千葉銀が？いや別にそこまで、いや、技術があるわけじゃないじゃん、いつもさ。技術ないわけ。風の噂すごいっしょ。いや、風の噂がね。いや別に俺直接連絡取ってないよ、千葉銀と。俺は直接千葉銀と連絡取ってないから。でも風の噂でね、ちょっといろいろなんかスタッフとか、なんか聞くんですよ。そう、ペコペコしてるのかにゃ。そう、だからペコペコすんのとか、あいつやっぱダメじゃん。ね。まあでもまあ、でもなんかいろいろね、やっぱ風の噂で、いや、ちょっとなかなかね。まあ、千葉銀さんも今社会に飲まれてます。はい。一言で言うと、千葉銀はものすごく社会に飲まれてます。はい。そう。ものすごく社会に揉まれてそうです。彼。そう。ええことや経験中やな。いや、まあ、ええことや経験中やなって言うけど。まあ、とりあえず千葉銀頑張れ。いや、千葉銀の性格の問題だからな、あれな、あいつな。いや別に普通の人だったら別にさ、それはペコペコ、まあ別になん、まあこれ以上だよね。千葉銀の性格の問題、いや俺風の噂で聞いて、やっぱあいつの性格の問題もあると思うんだよね。なんか。なんかマジクソとかさ、なんかさ、言うじゃん。マジクソだわとかさ。いや別にそれってさ、別に社会人みんながさ、経験してることだろって。なんだかんだ今まで自由な業界だったしね、そう、それを確保したはずなんだけどな。まだ言ってんのかな。もういいよ、のこさん。これ以上ちょっと言うのやめよう。ただまあ、だいたいみんな、千葉銀切り替えてるやろ。まあ、これ以上言うのやめよう。だいたいみんなもう、刺したっしょ。怒られないとね。まあ、だいたいみんな、俺の今言ったことで刺したっしょ。刺したっしょ。ね。だから、千葉銀さんも、ものすごく社会に揉まれてます。はい。いや、でもまあ、別に、家庭環境がうまくいってりゃいいね。家庭環境はとりあえずね。そこは俺、風の噂で何も聞いてないから。千葉銀応援してる。まあ、そうっすね。まあ、言ったらもう辞めた人間の話なんで、ちょっともうこれ以上ね、あんまりもうすんのやめよう。今後。
そうそうそう。ね、辞めた人間なんで、一応ね、こう言っても。はい、何事も経験。はい。家族のためにが頑張れる人だよ。あ、まあまあ、そうそう、千葉県、大丈夫。はい、離婚さえしなければよいよ。本当だよね。離婚だけは本当に避けてもらいたい、あいつ。マジで。うん、それだけはマジで。思いが強い。いや、それはちょっとさすがに。私んち家庭内別居で、みんな消息不明なのに、席入って謎です。何が。本当だね。目の周り、根性焼きでもしたんか。え？何が。お前本当によ。大正時代の人だ、この野郎。なあ。本当によ。メイクだよ。みんな大変だよね。みんな頑張るしかない。いや、それはやっぱね、みんな大変っていうか、まあみんなこそわかるっしょ。みんなこそわかるっしょ。だって社会人。じゃあオークションわからんのね。いや、だから、そうそう、忙しいポストだから、けどオークションいつかやるんじゃない？ちょっと落ち着いたら。はい。いや、この時代仕事あるだけ確かにいいよね。この時代確かに仕事あるだけいいよね。確かにね。今特にみんな大変だしね。大正時代、鬼滅、みんな大変、それ。年号変わっているやんけ。ちょっと待って。いやー、ちょっともう、疲れました。ね。疲れましたよ。いやー、もう、ちょっと、ね。お疲れ様です。でもそろそろ終わりにしよっかな。じゃあちょっと最後にね、お茶爆もらって、ゆっくり休んでね、お茶爆ありがとうございます。あとね、最後にお茶爆もらって、ちょっと、ね、やめよっかな。また次の配信いつになるかわかんないから。明日休みだけど。まあ次はちょっと光ったり配信とかも、まあいつか、まあできるかわかんないけど、まあまあとりあえず、ちょっと間空くかもしんないし、わかりません。ベイキャン最高だったね。お疲れさんです。ゆっくり休んで。俳句頼むよ。俳句。え？お茶爆ありがとうございます。ね。お茶爆が降ってきてて、のこ嬉しい。ね、のこ嬉しい。ゆっくり休むな。精神薬ありがとうございます。おやすみなさい。いや、ベイキャンちょっと来れない人もね、いたと思いますけども。でも多分、後々テレビとかで放送されんじゃないかな。お疲れ様でした。お茶爆ありがとうございます。テレビとかでなんかさ、放送されんじゃないかな。後々ね。なんか一応なんか、多分。そう、どっかで。静止役ありがとうございます。ライブ楽しかったです。あと、竹内さんがさ、竹内さん撮ってくれたから、だから、まあ、竹内さん、YouTube に上がるかもしんないし、ね。チングも撮ってたからさ。ちょっとそれもちょっとまだわかんないんだけどね。そう、地上波、地上波、M ステ。成功祈ってはありがとうございます。映像出たらいいな。チングさん、俺も千葉でバンドしてます。え？あ、お前も？早く俺のステージに駆け上がってこいよ。同じ千葉県民としてよ。なあ？いつまでそこにくすぶってんだよ。お前みたいな才能あるやつが。そう、チング来てた。スペシャなら見られん。ああ、けどスペシャかもな。スペシャかも。チングさん、YouTube 楽しみ。チングさん、だといいな。そうそうそう。まあまあまあ、ちょっとね。そんな感じです。はい。みんなのレポ見てるだけでも幸せだったのに歌ってくれたらとね。ああ、そうですね。お茶爆ありがとうございます。お疲れ様です。ゆっくりつか、はい。いやいや、疲れた。マジで。静止薬ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。健闘祈り、ありがとうございます。ベイキャン講師。いや、静止薬ありがとうございます。静止薬ありがとうございます。
ちょっと待って、俺今、ちかもう青春役あざす。青春役あざす。てかもう12月だよね。うん、お疲れ様です。楽しかったよ。あ、ちょっと待って、モーラス去ってください。ツイッターにいいねしてくれた後。いや、全然全然。青春役あざす。12月だよね、もうね。もうだから残り1ヶ月ですよ。ああ。もう残り1ヶ月で今年が終わります。ああ。いやー、もうね。早いね。なあ、今年もうほんと何もしてねえよ。ちょっとなんか、俺はだから新生かまってちゃんは、あのね、パルムっていうバンドしてまして、アイスクリームか。あ、すいませんか。バカにしてすいません。はい。まあ、パルムってバンドやってるのね。早すぎるいいけど。けど僕もだから新生かまってちゃんも年越せますように。新生かまってちゃんも今年なんだかんだ、コラボのやつ。そうそうそう。それ多分来年になると思う。来年。うん。俺らもちょっと忙しかったじゃん。そう。うん。なんかコラボ、コラボ。来年発表みたいな感じになると思う。うん。まあ別にそんなでっかい、別にタイアップとかじゃないからさ。タイアップとかじゃないからさ。そう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 。うん。だから今年はもうあとは、ね、NG フェスだけですよ。年越し配信と。あ、まあ楽しみにしてください。コラボ。なんか、まあまあ、そういう感じのやるんで。はい。だから、それで忙しかったぐらいで、もう何もなかった、もう何もなかったとは言わないけど、ほとんど何もなかったな。今年ね。メラコリ以降ライブ楽しかった。あとね、競技ね。来年もコロナといいお付き合う年になるのかな、なるかもね。もう年末だよ。年越し配信楽しみ。あとクリスマス配信ね。クリスマス配信も多分できたらするんで、その時もお金いっぱいもね、稼げるから、ね、クリスマス配信のためにね、お金をいっぱい用意しておいてください。お茶箱、ね。お前らのためにね、クリスマスのね、予定を空けるから。俺、いつもクリスマスね、毎年毎年さ、ね、クリスマスツリーになんなきゃいけないのにさ、千葉乳のイオンの前で、それをサボってまで、ね、お前らのために予定開けるから、なるべく。お茶目くらいでございます。そう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 。もうそろそろ、あ、米行きそう。でもちょっとなんか、仕事があったらできません。お茶目くらいでございます。仕事が、まあまあ多分大丈夫だと思うけどね、仕事。入んないと思うけどね。まあ24日か25。な、24日に、ちょっと待って。4もや4もや、うるせえ。ちょっと待って。24日か25は、どっちも平日じゃねえか。どっちも平日じゃん。24、25って。どっちも平日じゃん。だったら、もう夜の9時とかからやるしかねえじゃん。どっちも平日じゃん。がっつり仕事ですわ。だから、夜のね、なんか9時とかから、ね、まあ、8時とか、9時とかからずっとやるよ。お茶はかわいさんす。ね。お茶はかわいさんす。夜遅くやって、だから夜遅くまでやるよ。夜の9時全然いいよ。だから9時から、9時かわかんないけど、遅くまでやるよ。お茶のプレゼントしてください。ね。こっちはサンタクロースの格好してんのに、なぜか俺がもらうっていうね。ノコサンタクロースの格好をね、去年みたいにしてんのに、なぜか俺がもらうっていうね、クリスマスプレゼント。シャンパンあげます。確かに、逆サンタ。25金曜だしな、ね、25日金曜。嘘でしょ？金曜じゃねえでしょ？25日金曜？あ、違った。あ、そっか、25日だったら金曜日か。なるほどね。そっか、25日は金曜日か。なるほどね。じゃあ25日の方がいいか。25日の方がいいか。なるほど、なるほど。オッケー。なるべく25日にできたら、ちょっと待って、お茶枠ちょっと待って、ちょっと待って。25日、なんかねえよな。今んとこない。大丈夫。はい。モノくんの生誕祭もない。モノくんの生誕祭もない。俺、モノくんの生誕祭さ、なんかちょっとなんか、ズームで参加して、
してって言われてるからさ、モノくんの生誕さ、なんかいつもやるじゃん、なんか白くまで白くまで、俺ちょっとズームで参加してくれって、なんか俺別になんかめんどくせえなって言ってんだけどさ、あいつがどうしてもどうしてもって、モノくんは企画考えて、なんかどうしてもどうしてもなんかね、お前には参加してもらいたいって、うん、じゃないとやることが何もなくなるって言われたからさ、いやめんどくせえよ、だって別に、だって俺がいない方がいいじゃん、モノくん一人、モノだって俺いない方がいいじゃん、だってあれ抽選でしょ、白熊って、白くまってなんか抽選でなんか20人30人しか入れないでしょ。のこさん目当てな人がだから入っちゃうわけじゃん。俺いない方がいいじゃん。あの、モノラルギャルからしたら。でしょ？あ、15人なんだ。そうでしょ？だから俺、そう、のこさん目当て増えたりしそうじゃん。だから俺は別にいない方がいいってあいつに言ってんだけど、そうそう、でしょ？そうでしょ？モノラルワールドじゃなくなるでしょ？そうそう。だから俺はいない方がいいんじゃないって言ってんのに、なんかあいつは俺がいてほしいとかなんかさ、ほざくからさ、なんかさ、そう、倍率跳ね上がっちゃうじゃん。でしょ？いや、俺もそういった意味でもさ、そういった意味でも俺は、辞退した方がいいんじゃないって言ってるんだよ。自信がないんでしょ？いや、心細いっていうか、自信がないんだよ。寂しいとかじゃなくて、自信がないんだよ。企画はだから何も考えられねえから。いや、そんなもんさ、お前さ、カイドウ、モノくんさ、普通にいっぱいお金稼げるんだからさ、その本当にさ、もうさ、ね、ミリ単位のさ、すっからかんのさ、頭の中の頭蓋骨の脳みそない感じのすっからかんの頭蓋骨でさ、絞り出せや。そう、今までは千葉銀がいたからね。そうそうそう、なんとかできたけどさ。飲みさあいつなさすぎだろ。マジで。じゃあ、それ、のこさん配信してってこと？モノラルギャル頑張って。そこんとこ頑張んないんだよな。本当だよね。いっぱい金、だってめっちゃ稼げるらしいよ。俺いくら稼げるか知んないけど、めっちゃ稼げるらしいよ。多分20万ぐらい稼げるんじゃない？俺の予想。20万、30万。そんな稼げるんだったらさ、普通にさ、考えろや。って思っちゃうけどね。いや、俺の予想ね。1日で。いや、結構稼げると思うよ。そう、シャンパンとか入れたりとか、ね。シャンパンとか、高いシャンパンとかさ、のこさんギャラ入んない。俺はノーギャラ。別にいいよ、ノーギャラでも。ただ別に俺は出ない方がいいって思っちゃうな。萌えシャンドン入れちゃう。そうそう、そういうなんかクソなんかさ、ね、3枚、4枚、5枚のお酒とかさ、ね、頼むんでしょ？なんかお前ら行ったことある人いるかもしんないけど。3枚、4枚、5枚のさ、ね。そんな1日30万円ぐらいさ、入るっしょ。そうそう、すごいよね。のこさんもやってんの。だから僕がやったら、もう1日いくら稼げるんだろうな、俺がやったら。あいつらで、だってさ、20万、30万として、俺がやったら多分、200万円ぐらい稼げるんじゃない？ 1 日。な。俺がやったら。いや、だから別に俺やんないけど、一回やってみてえな。いや、でもやんないけど、モノくんホストになるの。いや、だから俺もホストになりたいけど、いや、200万はいかないけど、100万ぐらい稼げんじゃないの？マジで100万ぐらい。まあいいよ、それは。それは別に全然。まあまあまあ。ローランド超えちゃう。その日はのこさんが飲酒運転して捕まります。ニヤニヤしたぞ。リアルお茶爆だね。リアルに行け。だって喋れるんだよ、しかも。のこさんと。その時、直接。15人ぐらいいてさ、20人か15人ぐらいいて、ちっちゃい俺の部屋ぐらいで、なんか、それで俺とも喋れる、普通に。そう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 。
喋ったりもできんで、すごいよね。うん、俺不機嫌なんねえ。いやでもまあまあまあ、この話はまあちょっと広げるあれじゃないけど、まあどうせやん、多分やんないし、多分いつかやるかもしんないけど、まあわかんない。いや別にそんなやるんだったらまだね、ツイキャスのメンバーズシップの方をまだねかやるかもしんない、わかんない、それもわかんないよ。まあ焦る必要ないね、ツイキャスのメンバーズシップは。ちょっと一回周りがね、かえこちゃんとか言うんでしょって。何が言うよ言うよ言う。のこさん話も聞き上手だからすごい。のこさんやんないで。いやなんかわかんない、わかんない、金に、なんかわかんない、やっぱお金大好きだから俺、お金が大好きだから仕方ないよね。ちょっと様子見ながらでもね、そういうメンバーズシップはちょっとなんかあれいつだっけ、24日だっけ、なんかに、あー、今日あと多分2日後とかだよ。他の配信者ちょっと様子見たいよね。他、俺ちょっとその時は配信見るわ。あ、27か22で、どっち、あ、22、27、どっち、なんか22って今日じゃん、22って今日じゃん、今日から27、どっち、27か20。メンバーし、ツイキャスのメンバー会員限定クラブが公開されたの。メンバーシップの配信見れなく、22日はまさに今日だよ。27かな。まあ、とりあえずけど俺、他の配信者みたい。他の配信者。おやすみなさい。メンバーズ、その、ツイキャスか、会員限定クラブを、ね、ツイキャスファンクラブを始めた人の配信を見たい。誰見たいんですかって、いや、知らねえけど。なんかそういう、なんか片っ端から見てったら誰か入ってんだろう。そう、だからちょっと見たいよね。どんな感じなのか。どんな感じなのか見たい。どんな配信するのかな。会員限定配信しかできねえだろ。会員限定配信とは、まあまあなんかわかんねえけど。視察しに行く。それメンバーになんないと見れないんじゃないの。まあまあまあ、とりあえず見れます見れます。別にみんながみんな会員限定でやるわけじゃないから、誰かの会員になんないなんない。おすすめ欄会員枠ばっかになるのは嫌だな。まあそりゃそうでしょ。いや、おすすめ欄会員枠バックになったら嫌だなって。会員限定配信やったら多分おすすめ欄出ないっしょ。おすすめ欄多分出ないと思うよ。会員限定配信した場合。俺も例えばメンバーシップ始めて、会員限定配信やったらおすすめ欄多分出ないんじゃないかな。そんな気するけどね。そんな気するけどね。ね。まあまあ、とりあえず27日なのか。まあ、わかりません。モノくんは稼げるのになんでキャスやんないの？いや、わかんない、あいつ。俺、いつもやれって、やればいいじゃんって言ってるのに、あいつやんないんだよ。あれ、なんなんだろうね。なんかね、確かなんか理由がある。なんかあいつ、なんだっけな、あいつなんか理由あるんだよ。なんかね、そうそう、なんかツイキャスでやんない理由。なんか、そう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 。まあゲーム配信だからっていうのもあったし、なんか理由あった。なんかツイキャスだとなんかあれって、そうそう、やっぱ YouTube がいいって、そう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 。YouTube のなんかリスナーを大切にしてるんじゃないかな。なんかそんな感じじゃないかな。ゲームは YouTube だから YouTube のリスナーを大切にしてるみたいな感じなんじゃない、確か。なんでな、なんかそんな感じな、ね。なんかその30人ぐらいの、まあまあ、泣けるやん。そう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 、ね。今更誹謗中傷もクソもないでしょうね。雑談配信キャスであればいい。なるほど。いつも楽しそうだもんね。まあまあ、そうなの？YouTube の方は治安良さそう。え、ちょっとこれ今最後に、聞いたけど、これさ、今音量でかい。
あの、この音楽の平成たぬき合戦ポンポコのエンディングテーマ。そう、あ、そう、人多くなるのも嫌みたいな。あ、でかくない？あ、じゃあ、いや、あ、え、むしろ大きくない？あ、いい感じ、いい感じ、あ、いい感じだったみたいな。いや、この曲ほんと名曲だよな。名曲だよな、この曲。平成たぬき合戦ポンポコのエンディング。超名曲だよな、これ。いやー、まあとりあえずもう今年はもうあとは NG フェスだけです。はい、 NG フェスだけですわ。もうかまってちゃんのイベント、年末で NG フェスと年越し配信だけ。良い曲無事にできたら当てたい、行きたい。無事開催されて、ね、無事開催されてほしいね。だって普通に、だってさ、今日聞いたんだけどさ、やっぱ、ね、天野とか、花木に あいつらに聞いたんだけど、やっぱ、流れ次第では、そう、流れ次第では、ね、コロナのね、コロナの状況次第では、やっぱ無観客ライブになるとか、中止もあり得るかもしれませんねって言ってた。うん、まあそれは仕方ない、それは仕方ないじゃん。うん、それは別に新生かまってちゃんだけの話じゃなくて他のアーティストもそうだから、うん、仕方ない。うん、安全第一で。そうね、チケット取れたけど不安、有観客でしょうがない、どうしようもない。昨日全国感染、そう、2500人とか。そんな空気になってきて、つらむ。そっか、覚悟はしておきます。いや、いや、ほんとに覚悟してた方がいい。そうだね。配信チケット買った。さすがに熊が。流れが落ち着くのを願うけど。いや、落ち着かないと思う。落ち着かないでしょ。コロナの流れは落ち着かないと思うよ。ただ、ライブは中止になるか、無観客になるかってとこだけじゃない？もう国もだから経済回さないといけないし。とりあえず、まあライブはできる可能性はまだまだあるんじゃない？配信チケット買います。映画が良くてなぜライブはダメなの？知らない。俺に聞かない。わからん。ノコも女抱かないといけないしな。何が？女なんか抱けねえだろ、お前、こんな期間に。なあ。この先、冬場、何年しのげばよ。判断難しいね。医師会おっこなのにね。素朴なげ。うまくいくといいな、いろいろと。鬼滅見ましたかってなんか見たよ、だから。一巻で泣いたよ。いけるといいな。絶対回してほしいわ。インフル脳症死ぬから気をつけて。インフル。いやもう別に死ぬときはもうね、いやもう別にいいよ、別にいいよって別にいいよとは言わないけど、こんばんは、ベイキャン、お疲れ様です。あーたの、いやでも本当にもうなんか人生もうね、あっちゅもう本当昔から言うけどさ、一巻で泣いたよ。俺さ、普通にさ、なんかもうなんかは早いのかな、やっぱ本当にもう人生もう、ね、昔からさ、人生なんかすぐ終わるって言ってるけどさ、本当にもうすぐ終わる気がするって感じするよ、もう。もう早すぎて。早すぎて。そう。早すぎて。ね。なあ。いや、もう年を取るごとに早いわ。一年があっという間。残さってなんか吐かないって何が？いや、お前も同じだよ。いや、みんな同じでしょ、別に。そんなもん。一年経つたんびに、もう本当に、年取るたんびに一年がめっちゃ早い。年取るたんびに一年が早い。マジで。もう本当にすぐ死ぬんだなって。思う。ね。ね、残
猫さんって自身に似てるよね。似てねえ。ということで、あ、猫に似てるって言われた。まあ、そんな感じだよ。死にたくないよってなるよ。死ぬんだよ。人はみんな。あっという間だね。年取るのも難しい。どんどん早くなるもん。それはわかる。老いが早いね。すぐエンディングだよ。のこさんもこの間30になった気するもん。でしょ？ねえ、俺もだよ。この間30歳になったばっか。ねえ、短命設定してんのかなってなるわ。いや別にそういうことじゃなくて。俺もこの間30歳になったばっかってこと、もう36歳だからね。いやいや、もう本当にね。うん。ちょ、パルムうぜえや、バカ、てめえ、本当によ。な。うん、消えろ。ほ。な、こんなとこで、ね、売名をして、ね、ちょこちょこやってるね。ね、パルムなんてよく、よくわかんねえ、アイスクリームの名前つけてよ。な。連投しやがって。うん。お前は、もう本当に他人に気遣いできないのか？俺みたいな他人に。連投なんかする必要ねえだろ。本当にや。うん。何回も連投しちゃがってや。本当に。うん。本当。うん？何？ごめんなさいって何が？うん。じゃあ許すわ。うん。ちゃんとごめんなさいって言ってくれたら許すから。うん。うん。じゃあそろそろ会いしよっかな。ちょっと俺も疲れてるから。ああ、もう眠いし、疲れてるし。もう2時じゃん。さすがに頑張ったな、俺。こんなに配信したの。うん。おやすみなさい。いや、別に僕ブロックしたとしても、ね。ブロックしても、ね、ツイッターでごめんなさい。許して、本当にすいませんでしたってツイッターのリプランとかで言われたら、それはいつも外してるよ。うん、ちゃんと、謝ってきたら、そう。そりゃそうよ。ああ。今日行けなかったから配信嬉しかったです。いや、こちらこそ。毎回よくやるの、お疲れ様。ねえ、めちゃめちゃ配信してるよね、俺ね。頭おかしいのか。伊達に寂しかったから、あります。慈悲深い。俺けど、本当に、ね、さすが伊達に1ヶ月に17回配信ね。一ヶ月に17回ね、17日配信してる男じゃないよな。めちゃめちゃ配信してっかんね。ああ。配信優しいんで、おっさんねむよ。3連チャン配信。すや、嬉しかった。今日ライブしてきたと思えば。配信の、すごいね。配信の帝王じゃねえ。それだけ稼いでる。はい。それだけ稼いでます。17日、嬉しいむよ。明日もベイキャー行ってくる。ああ、明日もあるからね。ああ、知らないようにね。ノーさんの配信行くと不安が消える。嬉しいけど。今日してくれ。歌声行くと本当に嬉しい。今日よくね。いや、ちかめっちゃ、少しも苦痛でないの、配信。いや、たまに苦痛な時あるよ。たんまにね。たんまに苦痛な時あるよ。うん。たまに。それでも、やっぱり、ね。頑張って配信した時あるよ。ああ。そこらの素人より配信してるよ、うん。うん。こんな優しいアーティストおるん。ぐっすり寝るって。おちょまかんざっす！うん。お前が言うね。心あったくなった。何時間寝るの？ちょ、晴れたな。なんかほっとした。頑張ってる。頑張りすぎないでね。いや、頑張りますよ。もう頑張るしかねえんだよ、もう。無理やり頑張るしかねえだろ、人生。俺だって別に配信だけやってるわけじゃねえんだぞ。な、ブロ、な、ニコニコチャンネルやったり。精神薬ありがとう。さっき来たばかりで。本当に、あ、こちらこそお疲れ様でした。精神薬ありがとう。お疲れ様です。頑張って。いや、もう曲作りだってたまにしてるしさ。なんかいろんなことたまにしてるし。コンビニ行ったり、家事したりとか。頑張んなきゃ、もうしょうがねえだろ。本当にさ。無理し、まあ無理しないでな、あったんだけど、無理しないとダメなんだよ。ほんと無理しないとダメだよ。マジで。うん。てんてこまい。まあしんどいな。自分で家事するの、ほんとに偉いというか、当たり前だろ。
米検終わっても繋がれて幸せに。ジブリ音楽。だよね。まあ、とりあえずもう終わりにします。無理するしかない。無理っすよね。ありがとうございます。ちょっとまあ、終わらしすんね。アウトね。はい。お疲れ様です。お会いします。おやすみなさい。そう、満身創痍です。おやすみなさい。お母さん、本当にもう満身創痍です。腹も減ったし。おやすみなさい、おやすみなさい。あとね。はい。じゃあちょっとね、さよなら。おやすみね。また配信、ちょっと次いつするかわかんないけど、ちょっとまた、ツイートします。はい。バイバイ。あと、はい。おやすみなさーい。さよなら。バイバイ。あとね。はい。